あっぱれやってまーす。こんばんは、ご苦労様、加藤浩次です。極楽とも山本健一です。バイキン後藤家です。池田優子です。イコールラブの大谷恵美里です。今週もですね、新型コロナウイルス感染防止のため、ラジオブースの人数を減らして、換気のため扉を開けっぱなしにしてお送りしたいと思います。はい、はい、ます。ちょっと聞いたんだけど、池田さん折れてたんだろうか。骨折してたんですよ。やばくないですか。やばいですよ。ってすごいよ、ね、どの辺が、胸椎の2番3番って書いてあったんで、首、うん、け、あれ頸椎と、頸椎のすぐ下ですね、うん、と、うん、頸椎の7、8番、まあ、計 4つ、4つで、後ろと前、ひびか、圧迫骨折、圧迫骨折か。おお、ちょうど胸と首の間らへんなんで、うん、首のコルセットも胸のコルセットも意味がないって言われて、うん、で、とりあえずじゃあ今まで使ってたものを何週間かつけましょうって言って、うん、でもまあ手術の必要はないぐらいのもので、本当に運よく前も後ろも行ってるんですけど、うん、神経だけは影響がなく、あ、よかった。そうなんですよ。なんですけど、まあ、痛い、そりゃ痛いわな。尋常じゃない人だったんですよ。よくラジオ来てるじゃん。おかしい、これはおかしいと思って、直後の、よく来て35って言ってたもんよ。首の骨折れてて、それでラジオやってたんだろう。やってたんですけど、直後の検査だとやっぱり分かんないことが多いんですって、うん、レントゲンで、レントゲンもあの、CT も撮ったんですけど、分かんないことが多くて、うん、でもこれ明らかにムチ打ちとかの痛さじゃないし、うん、おかしいと思って、うん、ちょっともう一回検査したいんですけどって言ったら、うん、じゃあ MRI を撮りましょうってなって、うん、で MRI の方があのちゃんと正確に出るんですよ、輪切りだからな、はい、うん、で MRI 撮ってみたら、うん、やっぱモヤモヤがいっぱい映ってて、うん、これは骨折の疑いがありますって、うんうん、で近くの整形外科に行ってたんですけど、うん、ちょっともう至急専門の病院に行ってくださいって。大きな病院にね、はい、ちょ、医者の様子がおかしかったんですよ、うん、で、もう私それだけ、これやばいやつなのかもと思って、うん、でもその日午前中に行ってたんですけど、うん、もう今日か明日行けって言われて、ただ紹介状出して、もう今日はちょっと予約が取れなかったから、うん、もう明日の朝一に行けって言われて、うん、そのまま行って、うん、でもうそこだとすごい専門の有名な病院だったんですよ、うんうんうん、それですぐ見てもらって、また改めてレントゲンとか CD とかそこでも撮ってやったら、やっぱり骨折してます、うん、ってなって、まあただ若いし手術が必要な感じではないので、うん、まあ経過を見て定期的にレントゲンを撮って、ただまだ悪化する可能性もあるんで、うん、その経過を見ていって、うん、でまだリハビリとかはまだできる状況じゃないので、そうそう、ね、うん、まあそれまで経過を見て、 できるようになったら、まあ、治療していきましょうみたいな。だから、治療方法は変わらないってことね。そうなんですよね。固定するしかないってことね。もうなるべく安静にして悪化するのを防いでいくっていう。安静固定だよね。そうなんですよ。それは大変だわ。大変っていうか、もう本当この時間もゆっくり家にいた方がいいんじゃないの？もう家にいて、うん、もう起きてるのもしんどいんで、うん、寝ててもでも痛いんですよ。で、うん、やることがマジでなくて、うん、YouTube を見れないんですよ。首が動かせないから、うん。だからもう人と話したい。逆に人と話したい。えでこう電車で来たりしてるんだろ？電車で来たんですけど、うん、でも電車の方がまだマシなんですよ。なんで？バスとか車とかの方が揺れが、うん、あ、大きいか。そうなんですよ、大きくてもう乗ってられないんですよ。うわ、歩きは、歩きもでもそんな姿勢をピーンとでゆっくりって感じでしょ。そうです、もう上も下も見れないんですよ。すり足で正面だけを見て、うん、行くんですけど、でも最初ロキソニンもらって効かないんですって言ったら、ボルタレンにパワーアップして、ボルタレンも効かないんですって言ったら、また強いのを出してもらったんですよ。痛み止めをな、はい、それ飲んだら普通に歩けるぐらいにはまあまあなったので。朝痛いだろ。
朝痛いですね。朝めちゃめちゃ痛いよ。痛いです。痛いでも痛くて目が覚めるし。なんでわかんない。俺肋骨を折ったことあるから、あれも動いてたらなんとか大丈夫なんだけど、うん、もう朝もう寝てて固定してて起きるときが本当痛いんだ。起きるときが一番やばいんですよ。え、寝るときはもうコルセット巻いてんの首に。寝るときは巻いてなくて、うん、でもなるべくもう上だけ見て動かないようにしてるんですけど、いやでもそれでも痛くなってくれて。寝返りも打てないし、そうだよ、なんかいいポジションがないかってちょっと探してるんですけど、今までに見つからず。椅子見たら、あの椅子、うん、座椅子みたいにないの？座椅子、あでも確かに背もたれにこうやってるとちょっと楽ですね。オットマンあるよな。あ、座椅子か。足伸ばせて前にもっと回って、うん、でこのあれゲーミングチェアみたいなのがあって、ね、ゲーミングチェアにここ首にふわふわをつけたらいいかもしれないですね。そうそうそう、よくなんていうの、座りながらこう寝れるようなやつがあるじゃん、うんうん、はいはいはい、ああいうのつければいいんじゃない。ああ、でも俺らこれやったら機内のさあれあるじゃん、あの首枕みたいなやつ。ああ、はい、ネックピロー。ネックピロー、うん、それでいいんじゃないの。それはね、あれ固定されるじゃん。 それいいかもしれないです。私こう仰向けで寝るときも首が触れると痛いので、うん、自分のなんか腕を頭にこうやって敷いて、何かしらで触れないようにして頑張ってるんですけど、確かにネックピローやっちゃえば、そうですよね、浮きますもんね首が、うん、うん、いやそれは大変だわ。あとどのぐらい、1ヶ月ぐらいか。1ヶ月で、まあ、悪化の心配はほぼなくなるかなっていう感じですね。痛みはどのぐらい取れるって言ってる、お医者さんは。痛みは正直まだ全然分かんなくて、うん、その後遺障害みたいな形で残る可能性も高いし、うん、え、そこは分からないっていう感じですね。ああ、首ってそうなんだよな。そうなんですよ、全然分かんないですよね、うん、痛みが残るっていう、うん、だから、うん、俺昔ムチ打ちやったじゃん。あなたね、うん、で、それの残ってるも痛いもん。雨降る前とかそういうこと。あ、そういうことじゃない、そういうことじゃない。だからグッて首動かしたりとかしたら、うん、痛っていう時もあるし、ですっげえ疲れてて寝たりしたらこう固定されたまま寝たりするじゃん。寝返り打たないでそのまま寝ちゃうじゃん、疲れてるから、うんうんうん、ってなると固まって、ああまたやってるわけでいいっていうのはある。うわ、実際そういう風になりそうな予感がする、うん、でも生活する分にはな、そんなにそこまで支障はないんだけど、うん、うん、だしょっちゅうムチ打ちやってたもんね俺ね。やっちゃった。なんでそんなムチ打ち起こるんですか。いやもうだから、もう頭から落ちて、俺もだから水の中にして、水の下の地面に首ガーッ、でそれでそこからおかしいんだよ、なんかしら事件ですよ。なんかしらやってたな、うんうん、お仕事ですか。一本橋の上をチャリンコ乗って、そのドーンと頭から、そのなんかしらやってたな、うちうちで済んで奇跡ですよ、うんうんうん、やったと思ったもん俺。私もやったと思いました、落ちた瞬間、うん、いやでもあなた穴で落ちてんだから、落ちた瞬間、でも意識はあったんで、うん、死んだとは思わなかったんですよ、うんうん、あ、何かをやったみたいな、うわっ首やったって、わやってもしまったっていう、うん、あるよねそれね、怪我した時ってやったっていう、ね、うん、これは普通の怪我じゃないぞっていうのが一瞬でわかる感じが、うん、これ俺膝の靭帯切った時もやっぱりもうやったと思ってもうバチーンと落としたから、へえ、うん、音がする、そしたらみんな工事どこ破けたんだよって言ったんだから、あ、音が聞こえたからね。自分だけじゃなくて周りの方にも聞こえてたんですか。ピーッと音したから、でみんな俺のジャージとか、練習着のどっか破けたと思った、服が破れた、で工事どこ破けたんだよって俺うずくまってたら、足だ足っつって、ってみんななって、でジャージこう上げたらもう倍ぐらいに腫れてたの、膝、その段階で、なんだこりゃみたいな、やってるわな、じゃあ、やってんだよ、もう想像しただけで、やったと思うのが、足首骨折した時も、今ボルト入ってるんですまだ、骨折三昧だな。サッカーでシュート打ったり軸足の方ガカーンってずれて逆曲がってたもん、やったっつって、やったじゃない、痛いっつって、うわなんかみんな上げろ上げろって、不思議だよなあれな、
意味わかんねえんだけど、あげるって何って俺うじくまってるじゃん、あ、うん、げろあげろって言うんだよ、うん、足をさ上にな、心臓より上げろみたいな、本当かそれ、いや知らないんだよ俺も、だからなんか知らないけど、みんなが上げろ上げろ、こうじゃ足上げろって言って、誰も床痛いみたいな、でなんか箱みたいな段ボールみたいな誰か持ってきて、その足をこう台の上に上げらさせられて、なんで俺上げてんのかなと思ったんだけどさ、でもその時点でもう足逆に曲がってんだよ、いや曲がっちゃいけない方向に、うわ、で俺寝返りこう打ったんだよ、痛いからこうグーって体を横にしたら、足首が、ま、変な方向に曲がってるやつがカタンって戻ったんだよ、戻ったんだよ、そしたら一人が治ったっつったんだよ、治ってねえよっつって、治ってはないか、治ったっつったんだよ、逆向いてんのが癖になったから重力おっか、みんなおかしくないもんだなって、おかしくなんだよ、んで行って行ってっつって、あの五反田のさサッカー場でやってて、救急車呼べってみんな呼んで救急車来て、でなんか知らないけど誰かが隠せっつったんだよ、俺をよくさなんかあるじゃん、そういうなんかさ事件の現場とかで、ああニュースとか撮られないように、そのイメージみたいのがあったんだよ、別に俺骨折しても撮られてもいいんだけど、隠せっつってなんか変な毛布とかビニールみたいなの持ってきて俺の周りこう隠してたんだよ、余計目立つじゃねえか、余計目立つ、おかしな行動みんな飛んでる、そう、もうやっぱテンパってんすね、テンパですね、うちの父親もちょっとおかしくなりましたもん、何、あの救急搬送された時に父親が、うん、あの来てくれたんですよ、すぐ病院まで、びっくりしたのお父さん、びっくりしたと思うんですけど、それ多分テンパってたと思うんですけど、うん、私見てどうしたの、顔がものすごい腫れてるじゃないって言ったんですよ、うんうんうん、顔は一切打ってないんですよ顔は全くの無傷だったんです、あららら、あどこを見たんかな、先入観だ、こういう顔なんですって、先入観なんだよ、で落ちた、顔が腫れてるっていう先入観でも見たも言っちゃったんだよな、顔が腫れてるじゃないって言ったんですけど、こういう顔なんですよ、顔は全然打ってないわけだもんな、一切打ってないんですよ、でも大変だったなそれ、骨折な、でもまあしばらくな、はい、安静にして治さないとね、うん、人生なかなかできない体験をしたと思って、いやいやいや、まあ、うん、前向きに考えました、うん、ね、今できることも何かあるかもしれないしね、いやそうですね、うん、ちょっとずつやっていこう、はい、うん、じゃあ今日のまず1曲目のリクエストは今日誰だ、うん、今日は大谷だ、はい、大谷さんです、はい、お願いします、はい、私の大好きなバンドです、ドラマストアでラストダイアリー、極楽とんぼ加藤浩次です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さあそれではメールの方紹介しましょう。まずはラジオネーム、ダエマデスレペゼン熊本、すっぱりやめます、土曜日のメンバー皆様こんばんは、あれ、まあ、それ書いてあるんでね、うん、最近この番組での続報がなくて気になっているのですが、小峠さん、うん、あの二人で差し飲みしていい感じになっていた女性とは今どうなっているんでしょうか、小峠さんの恋路リスナーとして応援しております、エイジ君ファイトということでございます。あ、言ってないよ。あれ言ってないですか。あ、いやいや、もう別にもう本当なんもないですよ。え、そのまま、うん、飲みには行ってる。いや、会ってないっすね。連絡は、連絡はなんかまあまあたまに来てますけど、うん、もう返したり返さなかったりなんで、うん、もう本当になんもないです。ここで、あの、な、あれ、あの、そこで言ってから何もないですね。あ、そうなんだ。グイグイ来るとかないの？うん。まあ連絡は来ますけど。うん。どんな連絡？いや、何やってるとか。あと、まあ、直接なんか電話かかってきた。何やってるのはもう彼女だぜ。今何してんのは。そうだね。もう彼女だよ。うん、普通の女性の知り合いとかで。今何やってるって来ないもん。来ないです、うん、例えば加藤さんってあのいついつ私空いててってご飯一緒に行きませんかとかだったら分かるけど、分かりますね、今何やってるのっていうのは相当親しいですよ、もう彼女近いよ、うん、相当距離は、まあ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 、うん、そうですね、でもまあもう本当本当何も何もないですね、うん、ありゃ言いますけどないですからね、ないんだ、今一緒にあの野毛に連れてって飲んだ、うん、野毛は行ってますけど別に、あの後輩とか友達と行ってるんでないですね、
じゃあもうそれ以上ないですよね。ないならね、これはもうないとしか言えない。進展なしか、はい、ありゃいいですね。なんだよお前も浮いた話のね。ないですね。全然浮いた話ないじゃないの。本当だよ。もうじゃあしょうがないな、もう、はい、これ以上もないもんな。ないです、うんうん、それ以外全員独身なんだからさ、なんか浮いた話聞かせてくれよ。みちょぱが結婚したりしてるじゃない。おめでたい。あなただってみちょぱと一緒に番組やってんだよ。なんだお前ら。なんでだよ。そうなんだ。みちょぱなんで俺そんな威圧的な態度取るんだよ。何よ。いやみちょぱ結婚したじゃない。うん、した。だってもうそれ知ってたらあなた。知らない知らない。知らなくないじゃん。だってみちょぱの連絡先とか知らないもん。いやだけどなんか何どうせスッキリとかでさ取り上げるから、うん、ちょっとなんか前に誰か連絡来たりするんじゃないの。うん、ない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 よ。ああじゃあ全くだったんだ。全く。だってそのだって連絡先も知らなかったよ。それそうでしょ。じゃあ報道で知ったっていうか、うん。そう報道で知った。で現場に来た時だけちょこっとしちゃいましたみたいなことを言ってくるってこと、うんうんうん、ああでもだから番組でちょっとやったから、うん、であの、うん、あのみちょぱの旦那さんの大倉君に、うん、インタビューを安倍さんが行ってみたいなちょっとやったから、うん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 、それだけだ、うん、それでなんかいろいろ喋ってもらってみたいな、うんうんうん、またあれかな。いやそれあれいいんだけど、だから池田さんもさ本当誰かがいたらまだ良かったよね。だからね。確かに。暇暇ですね。そうでしょ。話し相手にもなるしさ、暇だし、いろいろ。買い物一つもやっぱり行きづらいでしょ。そう、重いものが持てないんですよ。言ってよな。そのためグループラインあるんだからさ。買い物頼めないでしょ。え、買い物行ってくれるだろ、山本。頼めない。いや、行くんじゃないですか。車あるんだからな。いいですよ。おかしい。なにグループラインで言ってでしょ。おかしいでしょ。の、うん、やるやるやる。何買ってきてもらいたいの。ペットボトルのお茶とかが欲しいです。重くて持てない。ああそうか。そこ買ってきてよ。難しい。近くのあの交差点はどこかわかるから。そうお前もさ、お前送った場所あるだろ。一回送った時にさ家の近所まで。家教えてもらえなかったんだろ。家教えてもらえなかった。送った場所に置いとけよ。ちょっと離れた交差点で。クリスタルガイザー置いとけよ。まあ送った。交差点でクリスタルガイザー置いとけみたいな。俺だと思ってくれよ。だから芸人の家にお前持ってくんだから、うん、池田のその交差点にいつ置いたよっつってそのグループラインでグループラインであの写真だけ入れとくよ。クリスタルガイザー置いたよって言ったら取りに行けばいいんだよ。回収しますね。あでもそれ置いててもそっからが持っていけないよ。そうだな、うん、だ重いから行くんだったらやっぱ家まで行かないと。そうだよ、うん、交差点に持って行きます。交差点電話すりゃいいんで、そしたら。交差点大丈夫です。で電話すりゃいいんで、山本に。あ、そうだな。だグループラインだったら、うん、LINE 電話。すごい。大体いるんでしょ、うん、今から取りに行きたいと思いますんで、って言ったら運ぶだろ、うん、うん。うん、それ。運ぶだろ、全然。やるよ、それぐらい、うん。大谷なんか言えるじゃん。そうですよ。うん、いつでも使ってください。行きますので。スーパーにでも。イコールラブにちょっとお茶買ってきてくんないよ。行きますよ、できないですよ。緊急事態じゃん。そうよ。もちろん、お見舞い行きます。水くせえよ。まあ、俺はグループライン入ってねえから参加できねえけど。いやいや、入ってください。入ってください、まず。お前招待してるから入れよ。じゃあ俺入れよ。招待しといてください、山本さん。今夜そう招待されて も無視だよ。無視だよ。入る気がない人の話じゃないですか。だから俺はしょうがないんだけど、他はな。うん、そうですよ。じゃあ大谷、ちょっと、世話してやってくれっかな。あ、うん、いいですよ。いいんですか、うん、お家行っていいんですか、お料理作りますよ。大谷さんなんかしてくれるんじゃない。大谷さんどうなの。大谷さんに行ってなくて、うん、で、今日言いました。今日言ったら勝手に、うん、だってね魚の料理持ってくるぐらいの大家さんでしょ。今日大家さんがゼリー持ってきてくれて優しい。でその時にちょっと私の様子がおかしかったんで、うん、はい具合悪いもしかしてって言われて、うん、あ実はちょっと事故にあってっていう話を今日しました。いや大谷に頼めって。大家には頼みづらいんだから。大家の方が頼めるでしょ。大谷より、はい、そんな仲なんですか。大谷と大家だったら大家の方が近いの。大家の方が近いですよ。こんな何年も番組やってるんですか。今のとこ住んだ年数とラジオの年数だったらどっち長いんだよ。今んとこ住んでる年数ですよ。ああだったらしょうがないか。隣なんだから。だったらしょうがない。しょうがない。
やもうしょうがないな、じゃあ頼まないって言おうたに、うん、なんでですか、もうしょうがないだろう、うん、頼まないんだったらもうしょうがないよ、頼まないっていうところもダメよ、甘えるっていうの大事よ、そうだね、難しい、甘えるって難しいですよね、いやー甘えなきゃいけない時あるからね、甘え上手の方がいいよ、甘え上手の方、まず大谷に甘えてみろよ、うん、甘えてください、うん、姉さん難しい難しいな、何食べたいですか、難しい、怖いな、ちょっと何が怖いんだ、何食べてるのじゃ今ですか、だってあんまりこうなんか身動き取ることないから、はい、できないからあんまりこう簡単なもので済ましてるでしょ、あんまりなんかご飯食べたいという気持ちにもあんまりならなくて、うん、なんでなんか頼れって、頼れよ、ミリナの料理ちょっと信用できないしな、私最近お味噌汁作りましたよ、信用できなくてもまたそれが話せるじゃん、ラジオで、怖いよ、怖い怖いことをやるからラジオでしょ、怖いこととか言わないでくださいじゃあダメかダメしょうがないね、わ、かりました、でも何かあったら言ってよ、お願いします、ね、はい、じゃあ続いて、森口氏はラジオネームショロッポン、あっぱれ土曜の皆さんこんばんは、こんばんは、飲食店に行くと、うん、よく箸立てに数十本の箸が立てて入れられていますよね、はいはい、あの向きが僕は気になります、なんで、皆さんはどっちが許せますか、どういうこと、僕は食べる方が上になっている立て方派です、嫌です、えそれ一般的じゃないですね、下向きはそう、箸の先が、うん、箸立てのき汚れた底についている気がして仕方がないと、フォークの場合を考えてください、うん、え刺す方が下に向いて立てられていると嫌じゃないですか、でフォークの場合ね、ということで僕は箸の先が下に、あ上に向いて立てられていないと嫌ですと、フォークの場合は、うん、フォーク立てっていうのは例えばこのまあ5人でご飯行った時に2つぐらい来て3人入れ入ってたり使う分しか入ってないじゃない、まあね、フォークって、うん、で箸の場合はもういろんな人間がもう何十本と入ってるじゃない、うん、30本ぐらい入ってるじゃない、うん、そしたらやっぱ誰か先端触るじゃん、うんうん、箸の、うん、俺それの方が許せない、うん、絶対に、同じ、うんうんうん、うん、触るつもりがなくても触れますもんね、うん、で箸の下の部分っていうか入ってるケースはやっぱり俺店側を信用してる、うん、綺麗にしてくれてるんだろうという信用だよ、うんうんうん、まあそれはそうだよね、あんだけ密集して入ったらそんななんか汚れてないようには思うよね、うん、っていうことでしょ、信じるしかない、であの箸立てに例えば3人とかでご飯行った時に、うん、3膳しか入ってない箸だったら上向いてる時ある、確かに、うーん、あーなるほど、うん、3人用というか3名様ということでってことね、うんうんうん、それはそうやって入れてくるところもあるけど、うん、もう割り箸はもう絶対嫌だ、大衆的なところは特にザバッと言ってるね、うん、絶対嫌だ、うん、絶対に嫌だ、山本と飯食い行った時に山本が先端触って「おい」って俺に渡したら俺はもう手で食うよ究極そんなに嫌なんですか、あのさ私も渡す時にさすが先端からこうやって「おい」って言ったらやらないでしょ、真ん中ぐらいでしょ先端がっつり触るかな、それはないですよ、絶対やだ、それはないでしょう、ちゃんと真ん中ぐらいよ変わりますよ、いやでも分かる、私も加藤さんと同じです、うん、なんか上向いてる方がホコリが溜まってそうって思っちゃうんですよね、うん、あ割り箸って四角いから、うん、だから私も結構お店の方を信頼してる派です、そうだよね、やっぱ隠れていてほしいよね、はい、自分が口に入れる方はね、はいはい、それそうだよ、小峠は、いや僕も気にしたことないですけど、まあどっちかって言ったら先端が上向いてる方が嫌かもしれないですね、嫌だよねやっぱね、うん、先端が中に入ってる方がいいでしょ、まあそうですね、あそこのやっぱそのケースなりなのに、うん、そんなになんか汚いのかなっていう気もしますしね、うん、あんま気にしたことなかったですね、うん、考えたことないな、確かにそんな気にしたことはない、ね、あまあ言われるとどっちかって言われるとまあ先端が上の方がいいですね、だから先端が
もう上に向いてたら、うん、多分その箸入ってるケースを回すことになっちゃうよ。わかる？だから例えばさ、テーブルでさ4人5人でご飯行った時にさ、うん、端にあるじゃない、割り箸入ってるもんで、うん、でそれはなんかラーメンとか来たりした時に、うん、あいつって取って渡すじゃない箸、うん、それ全然違和感ないでしょ、うん、でもこの箸が箸を刺してるやつをみんなに回すことになっちゃう、うん、先端触るの失礼になっちゃう、うん、まあそうだね、うんうんうん、そしたらめんどくさくない？めんどくさいですね、うん、絶対中だよ、まあ、まあそうだろうな、まあ大体中だろうね、うん、こう無造作にドッとさせられてるのは、うん、でも私割り箸じゃないパターン、プラスチックの箸の場合は、あるね、木の箸もあるよ、はい、うん、とかあとフォークスプーンは私、うん、ほぼ 100% ウェットティッシュで一回拭きます。あら、一回きれいにしてます。前も言ったけど、うん、あの公衆便所の便座がさ、なんか濡れてるとか、はい、何かついてるだったら嫌だよ、うん、それ以外さ大丈夫なのに絶対拭くでしょ。ゲルさん拭きます。あなたのケツと人のケツ大差ねって。自分のケツ前から言ってるけど、自分のケツはいいんですよ、綺麗。あなたのケツも俺のケツも小峠のケツも大谷のケツも山本のケツも大差ねえ、うん、いやいやそうかな、大差あるよね、ありますよ。ではどういう差がある？いやいや、やっぱやっぱり、どういうことだ。山本さんのはまあ俺の4人よりもちょっとそれは劣るよ。いいかげんにしようよ。大丈夫だよ、大差ないでしょ。ないですか？あるえぇ、なんか皮脂とかケツの皮脂。変な話、変な話言うよ、うん、大谷より俺山本の方が1年間で風呂に入ってる回数俺多いと思う。待って待って、なんどういうことですか？私は清潔っていうこと。どういうこと？いつ入った？私、うん、昨日の夜です。あ、お前いつ入った？シャワーは今日朝も行ってるよ。あ、僕はあの夜と、うん、夜風呂絶対入って、うん、朝シャワー浴びるので、うん、ああそうだね。え、俺ラジオ来る前にお風呂入ってるよ俺、うん、ああ一番綺麗ですね、うん、えで、うん、今日今夜入りますか？な、入れるでしょ、うん、家帰ったら、はい、家帰ったら入るな、朝入る。え、じゃ あ朝入るんですか？朝シャワー、すごい入るんですね皆さん。入りますから、うん、夜1回派？私シャワーしか浴びないですね。だから夜1回だけでしょ、はい、どっちのケツが効かない？どっちのケツが効かない？いや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 、うん、いや負けないですよ、私はちゃんと洗ってますし。いやちゃんと洗って、いやいや私2種類のものが違うもんね、うん、2種類のボディーソープ。何蓄積って毛穴の中の汚れとか。そうですよ、やっぱ年齢、そんなことない、角質とかね、2倍ぐらい年齢が違いますし、うん、その生きてる年数がね、うんうんうん、やっぱ蓄積もされますし、うんうん、こっちの方が、はい、もうこっちっていうのは山本のことね、はい、うん、山本の方が代謝悪いんだぜ。そうよ、あなたたちの方が皮脂とかたまりますよ。そうよ、代謝がいいんだから、うん、あ、こっち代謝悪いんだから。代謝悪いとあんまり褒めてるようには思えないんだけど、こっちはもうほん全然代謝しねえんだから。代謝、いや代謝しないんだ、そっちがたまってる感じで。そしたら皮脂とかできないでな、死んでる細胞がないわけだから、まあ、死にかけの細胞しかないわけだから。言い方がよくないけど、なんか、うん、そうでしょ、死にかけの細胞って。いや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 、そんな、うん、そんなそんなそんな、やっぱね。やっぱね。いや普通に山本とか抜きで車のボディだと思ってみ、うん、車のボディ、大谷のケツと山本のケツが車のボディだと思ってみ、うんうん、1日1回しか洗ってない車と、うん、朝晩洗ってる車、どっちが綺麗なの？確かに車のボディで考えればいいの、はい、はい、そうですね、やっぱ洗ってる方が綺麗ですね。そうでしょ、はい、お前の方が汚いんだよ。山本のケツ。待ってくださいよ、うん。昨日の夜からじゃあ今日のここの ラジオまで、はい、どのような、なんか外で何かしたとかそういうあれは？今日何もしてないです。ずーっと家で？ずーっと家で。座ってんだろ？ゴロゴロ。柔らかいクッションの上に。そうです。ヨギボーの上に。汗すげえかくな。ああ、ヨギボーなんか汗すげえかくな。そうだそうだ。あれ通気性あんま悪いもんな。うん、ヨギボーあんま良くないらしいよ。すごいじゃない、血汗が。いや、血汗がね、まあ、そうですね、私今そうお尻の汗がひどいので、うん、まあちょっと年齢を重ねたら多分山本さんよりも綺麗になるのかなと思います。今はちょっとね皮脂とか汗が、だってさ
あれでしょ、ゴシゴシタオル使わないでしょ、あ、妹も使わないのか、俺もハンドだけ。あ、そうか。私実はあの固形石鹸をネットに入れてて、うん、そのネットで直で洗ってるんですよ。泡立てて、あ、なんかもう肌の上で、あ、ぶつけるの、それぶつけてます。結構ワイルドですね。ゴシゴシを、ゴシゴシを当てるの。結構ゴシゴシタイプで、私もおじさんじゃん。ららららおじさんだね。この中で言ったら、うん、一番大谷が汚いと思う。小峠も2回入るわけで、2回ですね。だからマーさん入ってますからね、うん、夜だけっていうのは、うん、一番汚いよ。まあ今池田さんはね、しょうがないね、入れないから一番汚いかもしれない。池田はなんならうまく洗えてない可能性もありますからね。今はしょうがない、うん、でも1日1回は普通ですよ。まあ朝晩入るよね。朝晩入りますよ。いや朝晩入るのすごいですね。うーん、いやだって汗かくもんな。汗かくし、いやなんかやっぱり一回家帰ったら次出るときにまたちょっと気持ちをね、こう仕事モードにするためにちょっとシャワーだけだって浴びたりするもん。そうなんだ。そうそう、でも私汗あの匂いしないので、うん、大丈夫ですね。でもそれとこれはまあ別だね。山本の汗匂いするの、うん、いやまあ年齢重ねてますからしそうだなと思うんですけど。じゃあこれはまずいな。まずい、これはまずいな。どういうことですか。あのちゃんと私もシャネルのボディクリームを使ってるね。シャネル、シャネルのケツも塗ってるよな。いつも塗ってます。ケツまで塗ってるよな。ケツまで塗ってますよ。どうしよう、私より女子力高いかもしれない。そうだよ、で全身脱毛もしてる。そうですよね。それはでかいかも。 VI は完璧よ私。そうやって考えたら、それは大差ないでしょ、ケツって、うん、そうよ。だからわざわざね、便座を除菌するなっつうの。除菌する必要がないってこと。ちゃんと拭かないとなんかケツとケツをこうぶつけ合ってるような気持ちになるんですよね。温泉行ったらいろんな人のケツが入ってるお湯を使ってんじゃねえか。思います、それもすごい思うんですけど、うん、まあ、温泉はでもエンタメって捉えてるんで、うん、そこは我慢するんですけど。それはいいんだ、おかしいよ。でもおかしい、温泉でも男女が入れ替わる、日によって入れ替わったって、あれ私 NG なんですよ。大体そうじゃない、洗ってくれてるじゃない、おっさんが直につけたケツ。ちょっと待って、おっさんがなんでそんな汚いと思ってんの。それもう本当にもう差別中の差別だ。おっさんがって言ったらもう今もはっきり言ったよね。ね、おっさんがって男女共用のトイレも私 NG。 差別主義者かお前。うん、差別主義者なんだそれって。男女一緒のトイレ、俺マジでいじるぜ。我慢しますもん私。本当そうだぜ。じゃあ人ん家行ったらトイレ行かないの。人ん家ですか。ちょっとお父さんいるわけだもんな。そう、お父さんもいたりとか、人ん家の実家、人ん家の誰か、お友達ん家行っても何人かで行ったら、だ、男子も女子もトイレ行ったりしたりするときあるでしょ。人ん家のトイレでもちょっと苦手ですね。コンビニ行くの。あ、コンビニもっとダメです。それはそうでしょう。コンビニはもう絶対ダメです。どうすんのじゃあ。いや改めた方がいいよ。うん、俺なんて車で乗っててもいろんなところ公衆トイレ、あのどこにあるか把握してるもん。へえ、催した時に行けるようにね。そうなんだ。いやここ改めた方がいいって。うん、大差ないと思った方がいいって。そうよ、トイレ使えないって自分だけ特別だと思ってるって。思ってますよ。思ってます。マジで思ってます。自分のケツは特別だと思ってます。自分のケツだけ綺麗だと思ってるやつって大事大事。俺ほんと嫌だね。俺娘だったらめちゃめちゃ怒るよ。よかった娘じゃなくて。娘だったらめちゃめちゃ怒られてるんだもん。追い出されてた。ラジオどころじゃなくなってたんだよ。本当だぜ。出てけって泣いちゃう。そうだね、娘がわざわざそうよ、あの毎回毎回へ、あのトイレ行くたびに除菌シートバーってやられてたら、で俺が入った風呂の後入らないとか言ったら、うん、そんなもんぶち切れるよ。そうよ、何言ってんのって話だよ。大差ねっつって。そうか、うん、てめえの方がよっぽど汚いんだよって。今言った話と同じ話してるんだよ。改めた方がいいって池田さん。そうです、確かに自分も不便なんですよね。そうそうよ、うん、ちょっとずつちょっとずつですね。でも今この怪我で、はい、その拭いたりするのもできなかったりもするじゃない。かがむのが辛いんで、ね、辛いでしょ。そしたら一個ここで変えてみたら。
まあ、怪我を利用するわけじゃないんだけど、うんうん、拭かない、拭かないだから水滴ついてきたら汚れたりしたら拭いていいよあからさまない汚れは拭いていい、うんうんうん、拭かないか、いや、あ、そうですね、うん、こんなチャンスはないと思って、そうよ、うん、何かのチャンスなのよ、うん、まず今、ね、今山本のお茶飲んでみ、うん、やだそれは違う、うん、違う、うん、いい大丈夫じゃ、お茶変えるチェンジする、うん、そういうとこからだよ、トイレの数段先のステップじゃないですか、ダメ、それはダメか、それ NG です、じゃあトイレからやってみっか、まあまあ、トイレがいいです、まあ、やってみよう、友達ん家のトイレな、はい、そこから変えていきましょう続いて、ラジオネームバランス機能ヤルドの皆さん、こんばんは。もうかつてコロナが流行る前はよくいろんなタレントさんのイベントやライブに行ってました、うん、池田さんの写真展や小峠さんとスパローズの大和さんのトークライブ、うん、大和峠にもお邪魔したことがあります、うん、ありがとうございます。その時思ったのが、うん、芸能人は小さくて整った人が多いなということでした。どういうこと？僕は身長が177センチあるので、大抵のタレントさんはどちらかというと見下ろすような感じになるのです、うん、しかし時にはイメージを超えてでかいなと思った人が2人います、うん、それは伊集院光さんと松本隆さんです。雑学王でデブキャラの伊集院さんはルビーの指輪、赤いスイートピーなどで知られる国民的作詞家の松本さんはそれぞれ180センチを超えた長身で、見上げた瞬間思わず圧倒されたのをよく覚えています。皆さんは今までお会いした有名人でイメージと違って大きかったり小さかったなぁとギャップを感じた方いますか、という。ギャップを感じた、俺まずキョンキョンは、うん、ちっちゃいと思った。ああ、そうなんですか。大きいんですか。うんうんうん、いや、ちっちゃい。あ、ちっちゃい。あ、実物が小さいですね。ちっちゃいと思わなかった。だからテレビで見てる時って顔もちっちゃくて、うん、バランスがいいから、うんうん、ちっちゃく見えてなかった。スーッとしたね。そう。と思ったら、で、バランスすごいんだけど、あ、うん、ちっちゃい方なんだなと思ったの。今日は。うん、おーって、その自分がテレビ見てたりとか雑誌見てたイメージよりちっちゃかった、うん、ほうほう、うん、確かにそれはありますね、うん、顔もほんと小さめ、うん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 、でスタイルがいいんだ、うん、スタイルもいいから、ね、バランス良かったらそのテレビでは見えないんだよね、うんうんうん、確かにそうだね、うん、あれ、あの、なんだっけ、春日が意外と小さい、みんな言わない、オードリー、オードリーの春日、へえ、お、春日、なんか春日こう、なんか、まあ、あの、そっか、でかく見える、でかく見えるんですかね、180ぐらいのイメージあるのかじゃないのかな、見えるかも、俺もすげえでけえイメージがあるけど、うん、意外と小さいなって思うね、うん、乱れてっからな、春日はな、あと誰、舘ひろしさんとかでかい、あ、でかいっすよね、あ、俺もでかいなと思いました、舘さん、かっこいいと思う、かっこいいっすよね、舘さんね、うん、あ、分かる分かる、確かにね、うん、船越英二さん、え、でかい、うーん、でかそうだけど想像よりでかい、あ、でお父さんのもね、想像よりあのスタイルいい、ああ、お父さんじゃないよ、え、船越栄一郎さんはお父さんか、お父さんもでかかったけど、お父さん、船越栄一郎さんも、うんうん、でかいよ、でかい、あ、スタイルいい、あ、びっくりする、でかって、だから昔なるほどザワールドって番組でさ、あの、しっかりの草井理子さんと相川欽也さん相川欽也さん箱馬に乗ってたんだよ、ね、草田さんが大きいから縮尺合わせたのに、ああ、そうなんだ、でだからツーショットでなるほどザワールドって言わなきゃいけなかったから、ああ、それは箱馬に乗ってた、へえ、それは合わせにかかるな、うん、うんうん、後でかっていうのは、アイドルの人結構ちっちゃいって思いません、あ、うん、大体、あ、こんなちっちゃかったんだって思う、思う、思う、
で大谷さんとか思われるんじゃないの、うん、私めちゃくちゃ言われますね。そうだろうね。なんか結構インスタで足長の下から煽ったと写真をすごい投稿してるので、うん、スタイルよく見える写真投稿してて、うん、でも実際見るとあこんなに小さかったんだねって会う人にすごい言われます。あ、そうだろうね、意外と足がそんなに長くなかったって。それは言わなくていいのと一緒ってことでしょ。そういうことじゃないですよ。下からやっちゃうからね、こうスラーっと。そうですね、足でかく意外にでかかったとかちっちゃかったっていう大人あって、いやー、うん、なんかがそうですね、私は指原さんが最初会った時に、うん、でかい小さいとかではなく、うん、え折れちゃうみたいな、どういうこと、こんな細い、こんな細いんだ、うん、アイドルの方ってこんな細いんだってすごい衝撃受けたのを覚えてますね。いや、アイドルとか女優さんとかさ、はい、テレビで見てるより全員細いよ、本当にもうびっくり、こんなここまで細いんだっていう衝撃を、痩せすぎだよと思うんだよ、はい、まず、でもテレビで見ると普通に見えるじゃないですか。いや、俺意外に会った人に、あ、意外に痩せてるんですねって言われるもん。意外に痩せてる。そう、実際に見てもっと大きく見えてる、もっとガタイ良くて、もっとこう太ってると思われてる。そうかな、俺別にテレビ改め見ると意外と痩せて見えてるなって思うよ。え、テレビの方が、もう前も実前から知ってっからな。テレビの人だからちょっと広がってんだよ。まあ広がってるみたいな。膨張して映るから。うまいことスーツ着てんなって俺は思うよね。もうちょっとこう腹の辺とかボーンとしてるのにうまいこと隠してんなって俺は思うよ。朝見る。それスタイリストが偉いんだよ。偉いよ。足のスーッとしてるの着てんなと思って。もっと違うなって俺は思って見てるけどな。うん、スタイリストがスタイリストの勝利。完全なスタイリストの勝利。勝利ですね。うん。あれでも本当に全部サイズも変えてくれてるからね。うん、スーツとか。え、うん、どういうこと？全部す。だからうんうん、ももの太さとか渡りとかも全部変えて、うん、してくれてるから。で、まあ袖は当然そうだけど。うんうん、裾の丈の長さとかも全部俺の体型に合わせてこうカスタマイズしてくれて、すごい、そのオーダーじゃないんだけど、オーダーじゃないけどその都度全部やってくれてるってこと、そう、すごい、いじってくれてる、だからそうお前見えてんだよ、スタイリストの勝利だよ。分かったよ、スタイリストの勝利でいいよ、もう負けたよ、うん、じゃあ続いていきますか。ラジオネームウェミリオシナーカ、はい、ね、皆さんこんばんは。こんばんは。旦那の出勤の時にベランダから駐車場まで見送りするんですが、えらいね、小さい子供が私に手を振ってくれて癒されました。かわいい。皆さん最近の癒されたことは何かありますかと。癒されたこと、癒されたこと、癒されたこと、癒しか、癒されてないな、考えてみたら。みんな悩んでる。ああ、全然癒されてないな。嬉しいか。これは大谷とか池田とかの方があるんじゃないの。いや、そうです。私はやっぱりペットが癒しで、前からフェレットちゃん飼ってるんですけど、猫ちゃんもまあ半年前ぐらいからお家にいて、最近猫ちゃんが玄関をちょっと開けるとすぐ外出ていっちゃうようになって。興味出てる。そうなんです、うん、でちょっと廊下をもう3周ぐらい、うん、私となんか鬼ごっこみたいになっちゃって、うん、戻って戻ってっていうのが、うん、それがちょっとなんか楽しくて癒されました。あ、ペットだ。やっぱりペットだ、癒しはね。そうですね、逃げ出すぞ猫。うん、逃げ出しますか。猫飼ってた時逃げ出したもん猫。帰ってきました。嫌なんだろうなそれは、うん、帰ってきました。帰ってきて探しに行った。え、そしたら、はい、ちっちゃい時から家でしか生活してないから、うん、表出たいって意識あって表に出たんだけど、そうですよね、怖くて外に動き回れないの。あ、そうなんだ。車の下で泣いてた。かわいい。もう外行けないんですよ。おいでって言ったら来たけど、うん、怖かったな。でそれから出なくなった。あ、そうなんですね、うん、で猫って頭の幅さえあれば、うん、ちょっと窓とか開けてもそこから出てくから。そうそうそうなんですよ、うん、本当にスルーって出てくから危ない、うん、そうですね、
危ないよ。危ないね。外の世界知らないから、車とか知らないから。そうですよね。パパパって行っちゃうよ。いや怖いんですよそれが、うん、そうなんです。今は廊下で住んでるんですけど、うんうん、癒されてる場合じゃないよ、うん、私全部感じなきゃ。そうですね、ルール教えないと、うん、え、一旦どうすればいいんですかねそれって、うん、もう閉じまりするしかないよね。あちゃんと、うん、外の世界を知らせるというよりかはもう閉じまり、うん、ちゃんと、うん、気をつけ、なるほど、うん、気をつけます。池田さんは。私結構撮影で子役、お母さん役 で痛いんだもん。痛いですけど、ね、今は癒しがないんですけど、うん、撮影で子役の子とお母さん役をするときに一緒になることがたまにあるんですよ、うん、もう子役の子は可愛いですね、みんな、うん、すごい、うん、なんか最初、まあ、小児ぐらいの男の子と一緒の時があって、うん、まあそれぐらいの男の子ってやっぱりちょっと人見知りももう始まってるし、うん、そんなになんかもっとちっちゃかったらベタベタしてくれるんですけど、ちょっとツンって感じだったんですよ、うん、あんまりなんか喋ってくれない感じだったんですけど、うん、一日一緒にいていろいろ話しかけてたらもう最後の方はもう私のこと大好きになってくれて、あら、でもいろいろお話ししてくれるんですよ勝手に、うん、この間キャンプに行ってどうのこうの、うん、学校でどうのこうの、保育園の時はどうだった、うん、最終的になんか昔は子供の時は何も考えずにいろんなお友達と仲良くできたのに、うん、最近はお友達とうまく話せないんだみたいな悩み相談までしてくれて、かわいい、それにかわいい。でもそれはね、うん、ちょっと大人になった証拠だよって言って、うんうんね、お友達ちゃんとできるからそんなに心配しないでって言って、もうめちゃくちゃ仲良くなってお別れしました、うんうん、いや心開いてくれるの可愛い。子供に癒されたと。癒されますね、うん、男性陣は全然癒されてない、うん、癒されたっていうのが、だからそうやって癒されたいと思ってねえんだよ、なんかね、そもそも思わないんですか。二人が喋ってる時に何かねえかなって探してんだけど、引き出し開けても何で癒されたかよく分かんないね。癒されたいとか、あ、癒されたっていう認識が生きててないな、うん、なんか心がホワホワするみたいなことないですか。何それ。何心がホワホワする、癒される、お子さんが、うん、あの幼稚園とかそれぐらいの年の時に、うん、じゃ父の日に、うん、パパの似顔絵描いたよって言って、うん、プレゼントとかお手紙とか、感動する、感動か、うん、癒されはしない、癒しではないのか、感動、ありがとうっていう感動、癒されるっていう、うん、あの感情がないのかもしれない。いやいや、ありますって。癒すってどうなったら癒すってことじゃん。温泉入っても癒されたとか言うじゃん、うん、なんかこう太陽の真下にいても癒されるなっていうことなんか言うじゃん。温泉入って癒されるって、温泉入って気持ちいいなんだよ、うんうん、癒されるはないんだよ、ね、あー気持ちいいのね。そう、あー気持ちいいわって、あ露天風呂外見えて、あ景色も良くて、うわすっげー気持ちいいなって、うん、癒されるっていうのが俺の思考にないのかもしれない、うん、まあ、なんかした時にはあ癒されるなーって言ったことはない、ない、言葉にセリフとして、なんで癒しって言葉がない世代なのかもしれない、ギリギリ。でも私結構その皆さんの世代の方から SNS の写真の自分を載っけると、うん、あ今日も癒されたって言われますよ、うん、あ大谷さんの写真を見て、はい、言ってくださるんですよ、癒されたわっつって。癒されたなって。いや、ちょっと大谷さんのツイッター全部見てみるわ。癒されて、癒されてください。癒あ、あれ、なんかそれでファンだとするじゃない、はい、俺が大谷のファンだとしたら、はい、あ今日も可愛いなとかって思うのかもしれない。それで癒されるっていうの俺ないわマジで。ないんだ。まあなんか誰に変えて癒されるとか、はい、それもあ友達となんかこう。たわいもない話してなんか癒されたとかっていうのもあるんでしょ、うんうん、ありますあります、はいはい、それが友達とたわいもない話して楽しかったとか、楽しかった、うん、感情がもう癒しの感情がないわ、うん、あじゃあもう心にストレスを抱えてないってことなんじゃないですか、うん、癒される必要がないから。あそうなのかな。なでも男性陣みんな今そうよ。そうですね、探してんだよだから今な。あれと一緒じゃないですか、あの燃えるみたいなの言うじゃないですか、はいはい、燃えるっていう感情も分かんないでしょ、全然分かんない、それと一緒じゃないですか、だ
昔なかったそうだね信号みたいなことなんじゃないですか、うんうん、結構そうかな燃えると一緒でしょ、うん、癒しっていつ出てきたのかな、うん、昔なかったですよねきっとねまあもうそうだね癒しの湯とか書いてあったりすることもあるよねなんかそういう温泉それ昔からあったかいやだけど昔からあったかどうかっていうのを考えたらそうじゃないなとも思うよねいつかねいつだろう、うん、癒しにうちの宿がどうとかなんかそういうの聞いたことあるけどねあの池田さんとか大谷とか癒しの場に、はい、癒されたい願望あるでしょ、うん、そうですね癒されたい、 されたい元気出すよりも癒されたいある癒されたい願望って、うん、癒されるというのがだから癒されるということに対して前向きじゃないんだろうね我々はいやだからないんだよその感情が癒し系アイドルとかいたじゃないですか、うん、うんうんうん誰だっけ井川遥さんとかじゃないですかああさんあのあたりそうだな、はい、癒し系アイドル流行った井川さんからじゃない井川さんからだな、はいそうかいや井川さんが走りじゃないだとしても癒しという言葉の20年ぐらい前だよいや今ピンときたよ20年ぐらいですかあそうですね20年ぐらいは前だと思われるよ、うん、井川さんからだよ癒し系、うん、癒し系って言葉すごい流行った気がしますこれあじゃあそうだよサントリーの CM かあ何でしたっけねなんかありましたねハイボールかなんかあねあれ癒し系みたい癒されるみたいなあったあったそうだ、うん、だから20年ぐらい前でしょそれ考えてるのは、うん、もうちょっと前かもねって考えてるのもうだって俺30になってっから30の時に癒されるって言われてもそれはもう生まれてから30年間その感情を持ってこないで生きてきたら新しく芽生えることはなかったんです、ね、ないんじゃないかな、ない、うん、そうだなまだ探してるけど癒されたいものに何か例えば神社行って癒されるって感じある、うん俺全くないですね。全くない。気持ちいいはあるよね。うん、自然があってなんか、うん、いいなこのなんかいい感じだなっていうね。歴史を感じるなとか、うん、古い建物を見ると、うん、あやっぱりすごい作りしてるなの、うんうん、昔の人ってこういうの作ったんだって感情はあるの、うんうん。でもそこに大きくくくって神社の緑とその自然の昔からある、うんうん、建物を見て癒されるっていう感情がないの。はあ。まあないですね、ちょっと教えて癒しよ俺ちょっと知りたいわ今癒し、うん、動物のふにゃーって顔おいしいみたいな食べてる顔とか寝てる顔とかそれこそ癒しですよ面白かわいいいや面白かわいい、うん、かわいいねあそうなっちゃうんだ、うんうん、なるほど、ね、ちょっと公園とかに散歩しに行ったら、はい近所の保育園の子たちが遊びに来てて、うんうん、こうキャッキャッキャッキャやってる。かわいい。かわいいで終わるのか。うんなんで自分が癒されなきゃいけないのか。勝手に癒されちゃうんですよ。勝手に癒されちゃうんです。それ見てると。かわいいなと思う。うんあ、かわいいなと思って、そうか。かわいい。かわいいなと思って、自分自身に戻し、感情を戻すというのかな。うん、かわいいっていう、感情を自分自身に当て込んだ時に自分が癒されるっていうことで、うん、あそうです可愛いからの癒されるなので一、うんうん、回それを吸収してからの感情可愛い綺麗なものでなんか心が満たされるというか潤う感覚ですそうそうそう自分に落とし込むのかそんな難しい難しいかな自分に落とし込むかちょっと調べたいね癒しの言葉の意味をね、うんうん、いつから出てきたのかっていつから出てきたね、うん、なかったもんねだって、ねうん、なかったでしょそんな難しい、うん、あ癒しっても流行ったのやっぱり23、4年前ぴったりだあ間違えたそうなんだやっぱり2000年に向けて癒しを99年だったら23年前でしょうん、うん23年前だったら俺もう30歳だもん30かちょうどこれぐらいだよ、うんうん、小峠は23っすね23、うん、だからそれも求めてないもんね、うんうん、求めてないもう全盛期してるガツガツ言ってやろうから、うん、ガツガツ言ってやろうっていう頃だから、うん、癒しという言葉なんてもう無視してたよね、うん、あの漢字もなんか書けないしなんかよく分からないもんなんか何変なのかも、うんうん、でカオスとかちょっと分かるじゃんうん、まあ混沌だよ、はいまあ、混沌とした状況っていう、うん、状況を表してるから、うん、
それ分かるよね、うん、だから萌えも癒しに近い、感情の部分ですからね、うん、難しいっすよね感情。なんかやっぱりあとだからファッションとかそういうところから来るのかね、うん、なんかもなんか裾を長くしたりとか、うん、あ燃え袖燃え袖とか、ね、ありますよね。そんなんだそうでしょ、そんなただ長いだけでしょあれ。燃えません。燃えるって感情ってどういう感情か少しでもね。燃えもう可愛くてたまらない、どうしようどうしようみたいな。癒されるに近い。いや近いけど、それよりもうちょっと激しい感情というか、うん、ああもう癒されるよりもっと能動的ということだ。どうしよう可愛すぎるみたいな。男性に対して燃えみたいなのはあるの？あでもあると思いますよ。私にも使えますよ、うん、使えるの？好きの究極みたいなことです、うんうんうん、好き愛しいに若干の性的要素が加わってる感じ。ただ萌えなの、はい、その辺は萌えの方が新しいよね。じゃあそうですね、癒しのね、うんうん、ああでもその感情持たなきゃいかんな、うん、もう無理だろもう無理じゃないですか。無理か、もう無理だよ、こっからはもう3つぐらいの感情になってくよ。どんどん寂しい、喜怒哀楽の痛い痛いとか感情減ってくるか、減ってくる。悲しいとかそんなんしかない。悲しい嬉しいとかしかないんじゃないですか、うん、主に痛みと怒りだよ、そんなもんじゃないですか。取り取ってくれた、そうか、あちょっと勉強になったわ、まあ、なるほど確かに、以上ですか。以上です。極楽とんぼ山本圭一です。 MBS ラジオ AM1179 FM905 からあっぱれやってます。加藤面接。このコーナーは芸能界の狂犬極楽とんぼ加藤浩次の面接を受け、次期ヤンヤンガールズの座を獲得し未来のタレントを夢見る女子大生を応援するコーナーです。マイスタの提供でお送りします。自己紹介の方お願いします。はい、100日後に抹茶の香水作った女子大生という名前で SNS で発信している大学3年生の抹茶愛理と言います。抹茶愛理さん、はい、ちょっとどこから聞いていいのか分からないですけどまず今日の洋服は抹茶カラーということでいいですか？あ、そうですね、ですよね、割といつも緑の服、うん、で髪も抹茶が好きだから緑にしてるということでよろしいですよね？そうです。でちょっと言ってしまう、抹茶愛理というのは、はい、まあ、この名前で活動してる芸名みたいなものと、あ、まあ、そうですねみたいな感じですということでいいですね、はい、うん、ってことは抹茶が大好き。あ、そうです。抹茶愛理さんは、はい、抹茶の後になぜ愛理にしたんですか？愛理は本名だから。愛理本名なんですね、はい、名字書いた、うん、そうです。どこでハマったんですか抹茶に？保育園ぐらいの時からずっと好きで、え、そのいつの間にか抹茶キャラみたいなのになってて、ええ、で大学入ったから、そうです。抹茶キャラなんかどうやってなるのえ、なんかそのなんていうんですかね、そのすごい抹茶が好きって友達とかに言ってたら、うん、なんか抹茶、新しい抹茶のスイーツとか出てると教えてくれるみたいな、うん、なんか抹茶出てたよみたいな。え、本当の抹茶はあの茶せんで立てたりとか？あ、もうしますけど、うん、でも茶道をやってたわけではないので、なんか本格的にちゃんと立てられるかって言ったらちょっと、うん、茶道をやりたいわけではない。茶道もやりたいなとは思ってるんですけど、うん、今はやってないです。抹茶ありなのに。あ、そうです、そうです、そうなんですよね、はい、なんか気になったのありましたか、小峠さん？尊敬する人は千利休っていう、うん、じゃあ立てろよいや、そうですよね、利休を尊敬してんだったら立てろよね。確かに。あ、でもそのわびさびの文化とかをこう伝えてる、はい、あの偉人の人なので。いや、当然知ってますよ、うん、そうですよね、うん、いや、茶室を作ったわけでしょ？そうですね、うん、あの狭いとこ、刀も入らないようなドアを作って、うん、で、そこにはやっぱり争い事はないんだっていう考え方ですよ、うん、うん、そうです。で、建物とかも古臭い感じにしてわびさびっていうのを日本で広げた人ですよ。そうです、うん、だったら抹茶愛理も、はい、立てるべきじゃないですか。そうですね、
はい、うん、で11月から始めます。11月、来月から、はい、うん、聞き分けいいな、うん、もう始めるのね、うん、利休が好き、うん、不思議な方ですね。不思議な子ですよ、あの座右の銘を七転び茶起きっていう、うん、あ、そうです、なんかこれは本当に、いやいや、本当にあの、そのお茶にこう囲まれながらこう何度でもこう立ち上がろうねみたいな、うん、そのお茶に囲まれながら7回転んでっから8回立たなきゃダメなのよ。ああ、そうですね、うん、ちょっと転んだまんまになって、うん、そう、7回転んで茶飲んでるみたいな感じかな、うん、そうだよね、いやいやいや、そうですね、この状況は、うんうん、7回転んで茶だけ飲んでるみたいな、うん、そうですよねあ、でもそれぐらいなんかあの心にゆとりを持って生きていこうねみたいな。ああ、お茶が好きだと。はい。あとは、いやでも自分の欠点で飽き性って書いてますけども、でもずっとお茶が好きなんでしょ？そうですね。なんか抹茶だけずっと好きで、それ以外本当になんかずっと好きなものとかないんですけど。うん。抹茶だけはずっとぶれなかった、ま。抹茶はじゃあ日に何回も飲んだりするの？ああ、そうです。でも基本的にお茶毎日飲んでます。ずっと。抹茶？抹茶も立てて飲んでるのは週1ぐらいですけど、うん、でもお茶は毎日飲んでます。お茶は茶入りだね。そうだね。いや、お茶は多分それなりにみんな飲んでんじゃない、毎日。そうだね。いや、抹茶スイーツの抹茶を摂取してるっていう意味では結構ほぼ毎日だな。あ、スイーツ好きなのか。本当の抹茶じゃなくて。あ、本当の抹茶が入ってるちゃんとした抹茶スイーツが。じゃあ分かりづれえぜこれ。じゃあ抹茶スイーツアイリーにしないと。あ、うん、ミドルネーム入れないと抹茶スイーツアイリーにした方がいいんじゃないかな。スイーツアイリーの方がいいかもしれない、うん、で、はい、俺ちょっとやべえなと思ったのは、うん、特技で、うん、歌を歌えることって書いてる、ね、歌を歌えること。いや、そうですね、ちょっと消したいです。歌を歌えるってどういうことですか。あ、歌を歌えるっていうか、その、あの、前は音楽を目指してて。あ、ミュージアム。あ、そうです、そうです、うん、その歌の、あのボイトレとかも通ってたりとか、うん、あ、そうなのね、はい、入ってたので、 あ、それだといいじゃん、全然書いてても歌歌えるってみんな歌えんじゃん、まあまあ、そうですね、怖いこと書いてんのと思ってたですね、うん、あ、ミュージシャンではもう諦めたの、ミュージシャンは。あ、まあ諦めたわけではないんですけど、うん、そのなんか今はこう抹茶に全振りしていろんな発信をしてるっていう。作詞作曲もして。いや、作詞作曲はしてないです、歌うだけ。あ、そうです、バンドとかで、うん、はい、高校の時は軽音楽部とかでバンドやってたんですけど、うん、コピーバンドしかやってなかった、うん、これあと味噌汁が沸騰する前の香りが分かること。あ、そう、鼻がいいっていうことを言いたくて。ことどういう、え、その味噌汁って沸騰したらダメじゃないですか。ですよ、うん、沸騰する前にあの香りが分かるみたいな。どう変わるの。え、なんかほのかに味噌の香りするみたいな。最初してないんですか、味噌の香り。え最初は味噌は味噌溶いた時点で、味噌溶いた時点で味噌の香りしてませんか。あ、してるんですけど、うん、その火つけてからあの沸騰するまでの間になんかその別に変わるの、味噌の匂いが。変わります、なんか、そのどういうふうに、なんていうの、香ばしくなるみたいな感じ。で火を止める。そうです。あ、で、あ、沸騰する、沸騰しちゃうから火止めてって、うん、で火止まって沸騰せずに美味しい味噌汁が飲めるっていう。ちょ、結構沸騰するすげえ前だったりする可能性ないですかあ、いや、でも結構なんかふつふつしてますだって、ね、沸騰させたことないわけだもんね、分かっちゃうから。そうですね、うん、分かっちゃって止めてるわけだから、うんうん、実はその20秒後ぐらいかもしれない、沸騰する。そうね、あ、止めてないで、あ、これ沸騰すると思って沸騰させてしまったことはある？ないです。ない。まあまあぬるめの飲んでんじゃないの。65度ぐらいの可能性あるよね。いやいや、そんな、でもちゃんとあったかかったです。おお、90度ぐらいいってますか。90度ぐらいだったと思う。結構暑いよ90度って。確かに。うん、あの、本当にギリギリだったと思うんですよ。でこう、あの、入れてよそってお椀に味噌汁を飲んだ時に、はい、おってなる感じ。あ、そうです、うん、ごくごくいける感じではない。いや、ごくごくいける感じではない。お、じゃあ分かんのかな、多分。じゃあ分かんのかな
あとは時間にルーズなんですか。あ、そうですね、時間にルーズなのは本当に友達みんな口を揃えて言われますね。おう、そういうか、うん、例えばじゃあね、うん、約束してる時間とかに遅れていくってことは。あ、そうです、飛行機逃しちゃったりとか新幹線逃しちゃうとかですね。それについてどう思ってますか。それについて本当に、いや毎回反省するんですけど、うん、毎回繰り返しちゃうみたいなのよくありますね、うん、本当に良くないと思ってるんですけど、うん、別に家なんかそれで早く出りゃ済む話じゃない。そうなんですけど、こう直前に違う予定を入れちゃってて、めっちゃギリギリにこうなんか行けると思って行動してたらいけないみたいな、うん、なんか友達の家泊まってて次の日そのまま行こうとしたら寝坊しちゃうみたいなとか。あ、それは違う予定入れてたとかじゃないんですけど。じゃないですよね。なんかそのただのルーズなやつですよね。あ、でもその友達の家に泊まる予定じゃなかったけど、友達の家に泊まって、で一回家に帰ってからあの空港に向かうとかだとなんか時間かかるじゃないですか。うん、それなのにもあの寝坊しちゃって、あの一旦家に帰るっていう、こう予定を。うん、なんでかんだよ、今なんだかんだ言ってっけど、ただの寝坊だな。そうですね、確かに、ただの寝坊野郎だな。そうなんですよね。そうだね、そうなんですよね、うん、でそれでメディアでも活躍できる起業家、人の人生を、はい、人の人生のきっかけとなれる人ってとんでもない野望持ってっけど、寝坊野郎が、はい、いやでも、うん、本当に寝坊はちょ昔より治ったので、うん、これからはもうちょっとずつ直して、うん、これメディアでも活躍できる起業家って例えば誰ですか。例えばホリモンとかですか。ああ、そうですね。お、ってことはなんか事業を考えてらっしゃる。そうですね。え、どんな事業ですか。あのこの抹茶の香水なんか持ってきたよね。そうです、まだ販売はしてないんです。リジナル抹茶香水ってこと。あ、そうです、そうです。うーん、それ今発売してるんですか。いや、まだ発売してなくて、うん、何がいいんですか抹茶香水は。これは、うん、あの結構 和な香りなんですけど。抹茶だからな。そうなんですよ、その香水って3段階にこう香りが分かれてると思うんですけど。ちょっと分かんない、それ何なの。最初に来る香りとそのちょっと時間差で来る香りがこう3段階にあって、うんうん、でこの抹茶の香水は最初にフレッシュめなグリーンティーの香りがするんですけど、うん、でだんだんこう畳のいぐさっぽい香りが入ってきて、うん、最後にお香の香りが残るっていう風にしてて、でそれでこう鼻いいんだもんね。あ、そうです、そうです。茶室でお茶を飲んでから退室するまでっていう、こうストーリーを香りに乗せてる感じです、これ絶対海外だよ。いや、そう、海外にも売りたいんですよね。あ、はい、確かにね、うん、日本じゃなくて海外の方が抹茶ブームっていうか、はいはい、飲む人多いじゃない。そうです、ね、まあ日本も多いけど、でも海外の人の方がハマると思うよ、うん、抹茶香水は、うん、チャンスだよ。日本よりな。いいですよね、うん、そうです、ね、世界にもう出ちゃった方がいいよ。あ、先に、うん、確かに、そうでしょう、はい、おお、ちょっと自信を持ってね、うん、世界に出てもらいたいね、うん、はい、うん、時間となりました。リスナーの皆さんに一言ください。私これあの練習だと思ってて。何が。今本番だと思ってなかったんですよね。なんで練習なんかあるの。いや、だからそのなんか軽く話して始まりますみたいな感じかと思ったらなんか、うんうん、終わってたからなんか、あ、やばいと思って。はい、アクセル入れなかった。全然。悔しい。練習だと思ってた。練習なんかないよ。やばいやばい、練習なんかないよ。練習じゃないですね、すいません。もう練習じゃない。やばい、今めっちゃ気抜いてました。もうどうりでテンション低いのがありましたんだよ。いやですよね、うん、やば、テンション合わせてたんだよこっちも。申し訳ないです本当に。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ました。あ、俺ら嗅がなかったな。あ、確かにね。確かに、後で嗅がしてもらえますか。嗅いでください、ぜひ。うん、後で嗅ぐわ。あ、はい。バイキング小峠英二です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。池田優子35。今夜もおしとやかバージョンでお届けします。最初は
最初はジャガイモさんからいただきました。上を向いて歩けない池田優子35。下も向けないので前だけを見て歩いてます。次、素直なおなすさんからいただきました。間違ってマスクの中でタンを吐く池田優子35。マスクの中で鼻水が出たらどうしたらいいか分かりません。次、ここからバインさんからいただきました。山本、はい、私の首が治るまで代わりに山本圭一54やってくれないか。池田優子35。いいですよ、やりますよ。すっぱりやめますの方も自分でやってくださいね。いいですよ。ラスト、黒の2番さんからいただきました。おい大谷、はい、全開したらこれまで以上にいじってやるからな、覚悟しとけよ。池田優子35。楽しみにしてます。その言葉覚えておくぞ。今夜の対象はこちらです。上を向いて歩けない池田優子35。対象のじゃがいもさんには私がデザインしたステッカーをプレゼントいたします。以上です。続いてはミリニャです。はい、ミリニャのささやき。あなたのミリニャです。今夜もあなたの耳元でささやくからよく聞いてね。じゃあ行くね。じゃがいもさんの作品。ねえ君、私の万華鏡を覗いてみない？花びらみたいな模様が綺麗だよね。次、地球育ちの両番さんの作品。ねえ、松虫ってなんて鳴くか知ってる？チンチラチンチラチンチラリン。クツワムシはガチャガチャ鳴くんだよね。次、天然水さんの作品。日本統一に出演してた山本さん、演技が大根すぎて出てきて10分で殺されてましたね。演技が大根で殺されたんか。俺あれって言ってよ。山本さんの大根ぶり今度見てみますね。次、ここからバインさんの作品。池田さん、早く直してくださいね。出ないとディスれません。気使ってもらってすいませんね。心から早く完治するの祈ってます。ラスト、ブーメランチャンネルさんの作品。キングオブコントの審査員をした小峠さんに質問です、はい、山本圭一のすっぱりやめますのコーナーは何点ですか？打ち切りです。点数つけられないです。打ち切りですね。なんで点数をつけてくださいって言ってる。打ち切りって、終わるタイミングも大事だから ね、うん、今夜のミリニャどうだった？今週のミリニャ大賞発表するね。ブーメランチャンネルさんの作品。キングオブコントの審査員をした小峠さんに質問です。山本圭一のすっぱりやめますのコーナーは何点ですか？打ち切りです。打ち切りだそうです。今日もって打ち切り。なん、お疲れ様でした、対象のブーメランチャンネルさんには池田さんがデザインした金の玉ステッカーを差し上げます。短命か。最後にもう一ささやき聞いてね。山本さん、流行りに乗っかってゲーム配信してたけどもうやめちゃったんですか？4回でやめました。やめてはないです。やめてはないのよ。やめたって言わないの。やれよ。いつでもいつでも再開できるんだよ。やめてないから。流行ってるもの何でも乗っかってやった方がいいよ。スプラトゥーン3やれよ。スプラトゥーン3やれ。それゲームの名前か。ゲームの名前。その名前すら知らねえんだよ。流行ってますよ、はい、楽しみにしております、それでは以上です。聞いてください。イコールラブで届いてラブユー。イコールラブの大谷えみりです。
MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。すっぱりやめまーす。最終回ですね。いやもうそうです、うん、いやー皆さんがねすっぱりとやめたいこと、これからやめたい、もっとやめたいなみたいなことを募集します。やめてよかったこと、やめたけど後悔していること、なかなかやめられないことなど何でも送ってくださいね。え今回で最終回というふうにね皆さんには言われておりますが、そんなことないですよ。お便りがある限り私は続けていきたいと思います。続けるのか。だって来てるんですか、お便り。今回2通来ました。お2通の中から来てんの、はい、2通の中からもう選び抜かれた1通を。2通だったら終わりだぜ。なんでだよ、そうだろ終わりは。いやだって文句言う人がマックスでも2人しかいないってことですよ。それは別に終わらせていいですよ、そんなの。なんでだよ、これ大事だもん。一応こういうメディアというものをね、うん、やってるわけですから、その2人のためにやるっていうのはなかなか難しいです、うん、しかも読むメール一つだしな。でもゼロになったらもう俺はやめますよ、これは。ゼロになったらある限りはもう本当にチャレンジです、うん、チャレンジしていきます。時間短くしていきましょう。はい、いやそうですよね、時間を短くしていきましょう。だって私もしかしたらあの山本圭一54もやらないといけないかもしれない。忙しいな。54、はい、もう1分前ですよ。あすいません、ラジオネームおしめんスキピオウォレットから、山本さんこんばんは。すっぱりやめたいことは仕事の書類を貯めてしまうことです。自分の机の下にシュレッダーする書類を貯めてまとめているのですが、なかなかシュレッダーをせずにどん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 貯めてしまいます。シュレッダーをかける習慣をつけるようにしたいです。ヤオさん、スパッとやめれるように僕から書類を入れる箱を取り上げてください。これ難しいね、自分で勝手に。いやいや、シュレッダーかければ終わりですから。だからもうシュレッダーかければそう、その通り。いやそうですよ、おいシュレッダーかければ終わり、シュレッダーかければ終わりなんだよ。だけの話、うん、箱を取り上げるとか取り上げないじゃない、すぐかけなさい、うん、箱を取り上げる必要ではない。このコーナーも終わりということで最終回です。さよなら。お疲れ様です。さよなら。